この日は三宮と春日の道の間にある商店街大安で市場までお買い物とグルメを楽しみに来ました。昭和レトロな雰囲気が残った味のある商店街、250メートルに70店舗のさまざまなお店がいっぱい。明治時代から100年以上の歴史があって、今でも地元の方や飲食店の方の仕入れに利用されて活気がある。昔ながらの八百屋さんはどこか懐かしい。朝8時から年中無休のスタイルもすごい。パン屋さんや漬物屋さん、豆腐屋さんに練り物屋さん、雑貨屋さん、100円均一まで何でも揃ってます。60年以上続く老舗の三宅天ぷら店さん、お手頃で美味しい天ぷらを夜ご飯のおかずに買って帰りました。昔ながらのお店だけでなく、中国食材やスパイスのお店など多国籍なお店もあって、歩くのも楽しいです。お買い物の途中にランチで休憩。商店街からちょっと路地に入ったところにあるこちらの喫茶店へ。昔ながらの雰囲気が素敵な喫茶店は居心地がいい。テーブルは麻雀ゲームになってて味があります。メニューはこちら。漂うスパイスカレー、3種掛けにルーローハンのトッピングまで、いつも通り欲張りにいただきます。定番のニュータンバキーマ、たっぷりのひき肉とスパイスが絡んで旨味と辛さで止まらない美味しさ。定番のバターチキンカレー、バターのコクとまろやかさにほんのり酸味が効いてて驚きの美味しさです。日替わりの豆乳担々ごまポークキーマカレーは、豆乳とスパイスが絡んで斬新なハーモニーの虜になる。続いてトッピングのルーローハン、海外チックなスパイスは香り高く、鼻から抜ける香りがめっちゃ癖になる。味玉はまろやかでコクがあってトロトロ。付け合わせの野菜たちも絶品。絡めて食べるとカレーの旨味がアップ。旨味がギュッと詰まったカレーたちは、どれもそれぞれの美味しさが最高です。食べ比べを楽しみました。カレー目当てだったけど、喫茶メニューも充実しててとっても美味しそうだったので、釣られて注文。お店の雰囲気にぴったりな昭和感じる食器たちが可愛らしい。今昔ながらの食器が流行ってますよね。今まで食べたことないコーヒーの深みがすごいプルプルコーヒーゼリー、アイスとマッチしてめっちゃ美味しい。定番のプリンは固めで濃い。ほうじ茶香る大人プリンはカレーの後にほっこりする美味しさです。たっぷりのスパイスとサトウキビで作られた自家製チャイで香りを堪能。スパイスカレーも食後のスイーツ、ドリンクも最高。レトロ空間でのんびり過ごせました。続いて商店街から路地に入ったところに、今年9月にオープンされたドーナツ屋さんへ。
カップに入った可愛らしいドーナツを昼過ぎに伺うと売り切れ商品もあって人気の様子。自宅でいただきます。これは息子が喜びそう。最後に向かったのは商店街を南側に抜けたところにある脱力系八百屋さん。お野菜を買って帰ります。近くに来たら必ず寄って帰るくらいお気に入りのお店。兵庫県のさまざまな地域からとっても新鮮で珍しい野菜が集まってます。こだわりの野菜は味がめっちゃ美味しい。手書きポップも可愛くってどんな野菜か分かりやすい。この日もたくさん購入しました。自宅に帰って食後のおやつにこれドーナツさんのドーナツをいただきます。まん丸ボリューム満点です。息子は一口噛むと溢れ出すクリームに声を出して大喜び。ほんのりビターかつ滑らかなクリームを口いっぱいに頬張ると贅沢感ですごい幸せ。おすすめです。こちらがお店人気ナンバーワンのカスタードクリーム。あふれるクリーム、まろやかカスタードクリームとこだわりの生地が口の中で馴染んで最高。こっちもおすすめ。シンプルなまん丸ドーナツは外はサクッと中はもちっと詰まってるジューシーで甘いこれドーナツ。贅沢感ある子供が大好きなお味のドーナツ。食べ応えもあって満足感もありでした。次回は神戸市西区でお芋掘りと周辺グルメ、ほっぺが落ちるほど美味しいお団子と絶品但馬牛ハンバーグへ。